はい、どうも皆さん、こんばんは。若左衛門でーす。たまなじょう、スカイアリーナ、ボリューム80。ちょっとキリが良い数字ですね。ボリューム80、やっていきたいと思います。わかるかなーって思うんですけど、まあ、今日も寝起きです。なんかね、ゲーム実況があるときは、ちょっと気合を入れるというか、もう元気もりもりな状態で配信をしようと思って、いつもちょっと寝てるんですけど、なんか、いつも寝起きだね。だから みんなが多分ゲーム配信で見てる私は、いつも寝起きの私です。ちょっとむくんでいる状態の私です。こんばんは。いやいや、こんばんは。なんかまた巨大な台風が来てるということで、あ、でもね、化粧したまま寝てるから。化粧はずっと、一日つけてる。また台風が来てるということで、私ね、明日、明後日が、なんか連チャンでお休みというか、特に、何もないっちゃ何もなかったので、ちょっと車で一泊二日ぐらいで、旅に出ようかなと思ってたんですけど、ちょっとやめた方が良さげな規模感だね。あんまりその、うちテレビがないので、あんまりその、どんぐらいの感じなのかっていうのは知らないことが多いんですけど、両親から出かけない方がいいって、連絡が来ました。から結構大きな規模の台風なんですかね。皆さんも気をつけて、過ごされてください。週末はあかん。いやーね、明日、明後日で行こうとしてたの。明日、明後日もダメなのかしら。新潟の方とかに車で行こうかなって思ってたんだけど、なんかやめた方がいいよって親には言われました。危ないのかしら、やっぱり。まあ、車はね、なんか自分の命だけじゃなくて、こう、人の命を巻き込んじゃったりすることもあるので、極力やっぱ、いい天候の日にした方がいいのかなとは思う。新潟に行きたかった。でも、大荒れの時にわざわざ新潟に行ってもあんまり楽しくないのかしらね。ね、だからもう、これは家に出かけずに、練習をしろと、家に出かけずに 外界に出かけずに家で練習しろってことなのかなって思って、まあちょっとおとなしくしてようかなとは思っておりますけどって感じ。ですね、まあ前回の配信からですね、なんかちょっと私も3ヶ月ぐらい配信が空いたような体感なんですけど、2週間ぶりぐらいかな？あ、拳12さん、パッチありがとうございます、いつも。ありがとうございます。多分そうですね、前回が、8月の9日だったので、意外と私、今私、うっかりこのメモ帳に全部パスワードとか書いてるんですけど、一回今、一回うっかり今一部映りましたね、多分。気をつけないと。まあまあまあ、もうこれ古いやつなんでいいんですけど。そうですね。で、この2週間ぐらいの、じゃあ2、3週間ぐらいの間に、恋愛ちゃんのライブがまずありましたね。で、YouTube に新しい MV が恋愛ちゃん公開になりまして、映像にはいないんですけど、音では、ベースレコーディングとしてね、は参加してますので、ぜひまだ見てない人は、やばい、寝起きで口回んないな。いつも回ってないけど。まだ見てない人は、ぜひ見てあげてくだせえや。はい。ヘッドホンね、変わってない。なんか前回一回だけなんか接触が悪いみたいな、前回ぐらいか。あったけど、その後別になんか何もなくて、そのまんま使ってます。はい。で、その後に、父と山登ろうって言ってたんですけど、それも台風で延期して、なんか多くない？今年台風。しかもなんか夜さ、割ともうなんかちょっと秋を感じるというか、なんか季節の切り替わりが早くなってるような体感もしますけど、どうなんでしょうね。飛行機飛ばなくて、そうですね、その時も台風が結構大きいのが来てたので。
で、それでですね、その次の週は私なんかまあいろいろ撮影とかやってたんですけど、マーティーさんのコットンクラブのライブがありましたね。いらっしゃった方もいるのかなと思いますけど、結構初披露、まあレコーディングはしてたけど、ライブで実際に弾くのが初めてっていう曲もいっぱいあったので、結構、こう、なんて言うんだろう。まあ大変だったっていうか、気を張るようなライブでしたけど、無事そちらも終わりまして、で、今日はね、ちょっと、まあ撮影ともまた違うんですけど、今日はちょっと取材に行ってまして、もうちょっと世に出るのは先なんですけど、まあ、ベース好きな人は嬉しいかなっていう取材に行ってました。で、8月の29に大事なお知らせが夜18時ぐらいに出ます。で、これは前々から言ってたコラボ関係の、9月コラボが2個多分出るんですけど、コラボ関係の発表の第1弾というか、一発目が8月の29におそらく告知ができるのかなと思ってますので、ちょっとSNS、あれ、SNS をチェックしていただけたらなって思ってます。はい。すかさずね、9月にまたもう1個も出ますから、いろいろなんか写真とかも今回かなり力入れて作り込んでて、まあまあ攻めてるのもあれば、いつもの私っぽいのもあったりとか、いろいろ楽しいかなと思いますので、そちらも楽しみにしていてください。で、9月は、まあいろいろまだ告知されてないこともあったりするんですけど、まあ、あれですね。個人的な大きなもので言えば、小藪ソニックへの、去年ぶりの出演というのも決まっておりまして、9月入ってみんなでどんどんリハしていくかなと思うんですけど、ぜひ大阪の皆さんは、我々いや、まだ時間出てないのかな、わかんないけど、出てんのかな、タイト出てんのかちょっとわかんないけど、事故りそうで怖いから言わないことにしました、今。はい。大阪の皆さんはぜひ、小藪ソニックも、見に来てください。私もね、好きな芸人さんとか同じ日だったりして、超楽しみなんですけど、はい。ぜひ皆さんも、大阪の方いらしてください。で、あれですね。バンドの方は、フェスがありますね。で、その後に個人的なことで言うと、9月の23日に、自分の、若左衛門として私が作ってる曲を私が歌ってライブするっていうような感じのライブが9月23日に、下北沢エラーかな？でありまして、チケットまだ販売中なんですけど、おそらく当日ソールドになるんじゃないかなぐらいの感じで、順調にお買い求めいただいておりまして、検討中の方はぜひお早めにお買い求めくださいという感じです。稲妻は大抵出た。そう、うちら手順が早いんですよね、多分。はい。シグネチャーモデルは多分私一生出さないんじゃないかな。あんまり出したいっていう欲がないので、多分あんま出さないんじゃないかな。なんかほら、私自身いろんなベースを使うタイプのプレイヤーなので、あんまり一本何かって、一本でいけるよみたいなことも言いたくない節もありまして、飽き性というのもあります。まあでも、それぞれの、4弦はこれ、5弦はこれ、みたいな感じで、それぞれの推しの楽器があるような感じだね。ふん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 。しげらないオル。激ロックワンチャンどうでしょう？楽しみにしていてください。もうすぐ、あと2日後なんでね、すぐに謎が解けるかなと思います。はい、この2日後に出るやつも、相当かっこいい写真も撮ってますので、お楽しみに。はい。ネックレスかわいい。ありがとう。これはね、先週の撮影のために買って、寝起きでもぞもぞしながらつけました。スリーマンライブ楽しみ。ぜひいらしてください。いろいろ私のバックグラウンドが見えるような感じかなと思いますし、私、なんか、あれなんですよね。皆さんがどんなイメージを持たれてるかわかんないんですけど、まあ、結構バンドをやってきたここまでの人生だったりもするので、いろいろそういうのが見えて楽しいんじゃないかなと思います。
レフティのベーシストね。いや、いろいろね。まあ、レフティ代表、まあ、ポール・マッカートニーとか、それ以上の代表がいらっしゃいますけど、まあ、この世代のレフティの代表として、ちょっともう、レフティの布教かな頑張っていこうと思ってます。23種も期待いきます。待ってます。そこで新しい物販のステッカーとアクキーが販売開始になります。で、多分今回の、撮影した、まだ告知されてない方の写真になるかもしれないけど、ちょっとブロマイドにサイン入れる系も やりたいなと思ってて、できたらね、写真がすごいいいからポスターにしようかなとかもちょっと考えつつ、いろいろまだ要検討中です。6弦はいらないかな。あんまりね、5弦も最近慣れたけど、あんまり多弦って初めてすごい抵抗があったタイプで、4弦ラブだったんですけど、まあ5弦はもう昨今の音楽には割とマストなものになってきて、私も逃げきれなくなって使い始めてやっと慣れたって感じなんで、6弦はもう極力人生で巡り会いたくないです。はいはい。でも忙しくないよ、全然。9月は、だからちょっとバタバタします。嬉しい悲鳴のバタバタですけど。まあまあ、全然。だから今日明日家にこもって9月の準備をすればいいでしょうっていう感じです。皆さんも本当、なんか窓を突き破ってなんか飛んできたりとか、なんか大きい台風だとあるらしいのでね、窓から離れて寝たりとか、いろいろ気をつけてください。うん。はい、じゃあ、早速じゃねえ。なんかでも、こう、序盤に意外と近況を話すっていうのが、このゲーム実況大事なんじゃないかって私前回思いまして、なんか、この序盤で、このゲームとかを普段やらない人の心まで掴んで、その後ゲーム実況に持ってくっていう方が、みんなもしかして楽しいんじゃないかと思って、序盤はいつも15分ぐらい今後話して、まあ、ゲーム実況自体も15分、後ろ倒しというかね、してやってった方が、なんか単純にゲームは分かんないけど私の話聞きたいっていう人も見てくれるのかなと思って、ちょっと長めに話してます。うん、6弦はもう丸太だよね。あんま、まあ女の子の割には手大きい方なんだけど、まあでも5弦でも結構いっぱいいっぱいかも。うん、静岡止まってる。あ、そうなの。なんかさっき起きたら新幹線運転再開みたいなやつはあって、あ、止まってたんだ、寝てる間に、と思って。作詞ですね、でしょ。じゃあゲーム画面に切り替えていきますよ。まあ次の配信でタワーの100回攻略をもう一回やろうと思ってたんですけど、いつの間にかまたリセットされました、タワーまた。なんか時の流れがさ、やばすぎてマジでビビるよ、いつも。あ、そんな時間経ったみたいな感じになる。で、あっちゅう間に来月は私は年を重ねるということを考えると、人生って感じ、マジで。何限まであるもんなんです。いや、作ろうと思えば無限だとは思うけど、まあ、6弦ぐらいがギリ見かけるかなって感じかな。6弦は、確か低い方が増えるんじゃなくて、高い弦が増えるんだよね。ほうほう。はい、まずは、巨人ダンジョンをとりあえず3回クリアしていきます。はい。デベルモン来ないかな。なんかほんと1ヶ月って、1ヶ月ってやばくない？なんか、でもね、昔から年々早くなるよとは言われてるものの、昔から早かったよ。ただ多分なんか記憶力が落ちてくから、忘れちゃうことも増えちゃうけど、でも毎日早いね。でも充実してる証拠ですよね。ちょっと本当に頑張りますけど、はい。そう、だから作ろうと思えば多分、だから8弦でも10弦でも、たまになんか動画とかでは見たことあるけど、作ろうと思えば無限に本数は増やせますよ。お、ゴールドキングエンジェルモン、風のモンスターを引き当てた際にはいいですね。
モンスター討伐戦来てます。ちょっとまあたまにはちょっとあれですかね、ギルドに貢献していきましょうかね。今回は火ですね。なので風のモンスターたちが勝手に選ばれております。マジで早い。はい、ここからはオートで。これはあれですね、ギルド全体で、ギルドメンバーでこのスライムと戦ってポイントをどんどん稼いでいくっていう。でもこのスライムがなんかどんどん短期になっちゃうというか、どんどんあまり待たずに自分の国に帰っていっちゃうので、その中でどれだけダメージを与えられるかって感じです。紅白出たことないよね、バックバンドとかでも。他の音楽番組は2号店だったりとかアーティストさんのバックバンドで出たことはあるんですけど、紅白はまだなくて、今のところオファーもないです。 今年の年越しクソ暇なんだが、けれど少しでも貢献できるように頑張ってます。ありがとうございます。ちょっと若左衛門は院の村があるんですけど、いる時はいます。いない時は必死に暗記とかやってんだなって長い目で見てください。こんばんは、こんばんは。人間って忘れていく息ですし、生き物って言いたいのかな。いや、それはマジで思う。忘れるからこそ潰れずに生きていけるっていうのもありますしね。なんか人間がきっとなるべく楽しく生きていくために忘れていくんだと思います。20歳過ぎたら一瞬って言うよね。まあ、まだしばらく20代の猶予があるんで。まだしばらくね。いや、カウントダウンもね、出てみたいですね。カウントダウンアーティストをやってみたいです。なんか暑い。あれかな、なんか湿気でエアコンが効きにくいのかな、その台風のあれで。頑張れ頑張れ。フェーズ3入りましたね。寝起き。私マジで物事を一瞬で忘れます。 良くも悪くも。よくみんなで話してる思い出話は適当に相槌を打っております。先週土曜日お疲れ様でした。マーティさんのコットンかしらね、先週の土曜日は。ありがとうございました。 ちょっとなんか立ち位置が難しくて行ったり来たりしてたけど。 湿度やっぱ半端ないよね。湿度のせいかな、なんかあんまり冷えません、家が。なんかそれかわかんない、ね、寝起きでちょっと体がぬくぬくしてる可能性もある。フェーズ4が、そんなこんなで話してるうちにフェーズ4が終わりました。まあちょっとね、モンスターたちもだいぶもう揃ってきましたので、比較的息長く、曲自体を忘れることはないけど、コード進行とかはやっぱ弾いてないと忘れちゃいますね。赤ちゃん夜型ですね。夜の方が起きてます。今日も5時ぐらいに寝たかな。でもまあ仕事がバンバンバンって詰まってる時は割と朝型で生きてますけど、仕事が落ち着いたりとか家に入れると基本的に夜型ですね。フェーズ5もクリアですかね。なんか意外と、あ、ちょっと間に合わなかったか。でも意外といいところまで進めたんじゃないかしら。はい。じゃあ、キングスライム。ある程度叩いて、他のコンテンツはどうだ？いや、ライバルギルドバトルまずやりますかね。これはストーリー進める中で出てくるライバルたちと、PC ですよね。ライバルたちと戦うっていうコンテンツ。これもギルドコンテンツです。エアコンの湿度むずい。そうなのよ。冷えすぎて、私も多分温度を上げて、今なんか湿気を感じる。
マーティさんのライブで着てたスカジャンめっちゃ似合っててかっこよかった。あ、あれはですね、最近のブランドなんですけど、シンクっていうブランドで、気に入ってきてます。マーティさんのアジアツアーとかもあのシャツで行ったんですけど、超かわいいよね。あれシャツなんですよ、スカジャンに見えるけど。チャック直んないの？なんか今日履いてこうと思ったズボンのファスナーが、なんか、噛み合ってなくて一生上がんなくて なんか下がってきちゃうとかはあったんだけど、上がんないってあるんだと思って、治ってない。油させば治るもんなのかどうなのかわかんないけど。よいしょ。はい、3回目です。湿度下がれば過ごしやすいくらいの気温になってきましたね。なってきた。だからなんかやっぱ秋み感じるよね。電気代が気にならないならドライは、そう、普段ドライだったんだけど、ドライが冷えすぎちゃってやめてたけど、ドライにしました。今帰ってみました。 なんかあまりにもヌメヌメしている気がする。でもね、テレビはそのうちないからあんま分かんない。 世界の窓ってもう今は言わないのかな。そう、あれシャツなんです。テロテロで袖とかだけ硬くなってる。はい、3回戦いました。他は今準備期間中、占領戦も準備期間中か。じゃあ今日見せれるギルドコンテンツはないですね。はい。したら、まあ、試練のタワーがね、リセットされてたので、なんか、また100回をやろうかなと思ったんだけど、必要がなかったです。これやばいタワーだよね。なんかちょっと半年ぐらい前から出たやばコンテンツ、一応やってみるか。はい。これマジで1回もクリアできたことない。鬼畜コンテンツ。はい。一応やってみる。これ確かその同じ属性の、同じ属性でしか構成できないから、回復キャラを入れれないんですよね。回復キャラがいないっていうのが。ゲージゼロ。テレビない。テレビないですね。もう何年ないかしら。高校卒業以来テレビないです。いや、正確にはテレビ自体が家にあったことはあるけど、なんかその映ったことはない そうなんだよね。あ、マナーモードにするの忘れてた。でもなんかそういう家庭ももう多いというのは聞きますけどね。レベル75マジやばいっしょ。まあ、この回は進めそうだけど、そろそろちょっとスキルを貯めて。いや、でもね、これボスに勝てないんだよね、多分ね。上がってっても。一応行ってみます。最近の、ちょっとなんかね、ちょうどね、コメントのね、いいところにね、ハートのスタンプがね、来ちゃって、1個上に上がらないと読めないっていう ちょっと待ってね 1個上に上がったら読めます。とりあえず持続ダメージ、えいや、あいや、どすこい、バチこい。あ、今やりたかったなそれ。まあ、この回を正直勝てるとは思っとらん。そうだよね。いや、この強化される前に強化取るやつのスキル使っちゃったからな。ちょっと順番次第ではもしかしたらこの回いけたかもしれんけど。こいつが動くのやだな。どすこい。
まあ一応ね、できるところまでやりましょう。もう一人。あー、この面、残りがこんだけ少ないとちょっとあれだな。でも今なんかスキルの使うタイミングさえミスらなければこの回いけるかもな。ちょっともう一回やってみようかな。バトル終了して。なんかさっきのスキル使うタイミングをミスらなければもういけそうな気がしてきた。最近の仕事はどこに行く予定？知りたい。ライブが、みんなに会うライブは、最新はみんなに会うライブは、コヤソニかな？ 9 月の 15？ がみんなに会う最新のライブかも。ゲームはうまいですか？いや、そんなにうまくないけど、好きではある。なんかお風呂入ってる時とかやってたりする。あ、これスマホじゃない、パソコンだから横向きにできない スマホでゲーム配信ができるぐらい気軽にできたらもっといいんだけどね。こげは可愛いよ、いつでも。なんか両親がアメリカツアーを見に来たいって言ってて、こげの預け先をみんなで頑張って検討してます。私もいなくて親もいないことになっちゃうから、日本に。あ、なんかさっきより状況が良くない。だがまだいける。やばいよ。なんかやばいことになってるよ。あ、でも落ちた落ちた。はい。このなんかフェン、鳥がちょっとうざいから、鳥はなる早で落として、あとはもうスキル打たないで、消耗戦でやっていきたい。いけそう。とりあえず。これで、さっきの2階に上がった時に、やばくない？あ、耐えた耐えた。2階に上がった時に、こいつのスキルの打つタイミングだけをミスらないようにやっていきたい。早速、スキルマックスじゃねえ。スタントリーの、ラックインで、持続ダメージ取って、強化効果を奪い取る攻撃はまだやんない方がいいかも。20%攻撃ゲージ数。で、リカのスキル3。デバフ地獄。で、こいつのその火打ちみたいなやつやられると厄介なので、ゲージを奪い取る。で、まだこれ打ちたくないな。スタンコンか。強化効果がね、まだついてないから、現時点でスキル打つのちょっともったいない気するよね。スタン来い、スタン。こうね、もう相手がね、強すぎる場合はね、いかに相手を動かさないかが大事。ただまあその戦法でボスまでいけるかはちょっと限らない。ボスまでいけるとは限らないけど。ボスがデバフつかないんじゃないかな。だから、このこつい戦法だとちょっとボス倒せないような気もします。はい。こいつは次のターンに落ちるんじゃないか？あとはこいつだけかな。ちょっと地味にまだデバフでも残りそう。そうだよね。あ、みんな耐えた。よく頑張った。とりあえずフル面で2階には行ける。2階じゃない、3階には行ける。で、これ多分ボスにデバフつかないんだよな。ボスにデバフつけば
全然いける気すっけど。攻撃ゲージ0にしよう、1回。で、もうここはもうところ構わず打ってっちゃおう。打ってって。もうなるだけデバフをボス以外につけたい。あ、回復されんだ。やっぱ無理かなー。ちょっと1回だけでもクリアしてみたい。難しいか、やっぱり。無理だ、強すぎる。なんかでも、ちゃんとパターン考えたら、ワンチャンありそうではあったよな、今。もう一回言っとく？でも今の敗因としては、タトゥーとかがいたら一発で周り落とせるかな。むずい、ちょっと待って。でもみんな結構ちゃんとゲージ下げとか働いてくれてるから、タトゥー、6人編成だったらタトゥー入れたいけど、強いて言うならここかな、デバフで攻めていくならね。ただこれ、もう、なんか戦力系が、単純に攻撃力あります系が、一旦ここでもタトゥーで打っちゃおうかな。タトゥー打っちゃって。でもこれであと多分粘ればみんな落ちる気がする。あ、ただあれか、フェニックスみたいなやつの回復があるか。いや、ちょっと待ってよ。これやり直す、やり直す。え、待って、今最終戦って書いてなかった？あ、でもオートで飛ぶってだけで飛ばせるわけじゃないか。タトゥーどうかな？なんか関西圏が最新ですよ。最新っていうか、9月の14、10、15か？15は大阪です。持続ダメージ。どこやってる？なんか、タワーのコンテンツです。タワーの右隣に出てくるコンテンツやってます、今。持続無効なんだ。え、でもさっきデバフついてた？あ、そういうことか。このドクロのやつはつかないってことか。それで、意外に落ちない。でもこれでいい感じに、そんなにみんながダメージを受けずに次の回に行けたら、まあまあスキルも回復した状態でいけるかしら。こいつスタン取れないのかな。うわあ、復活があんのね。うざいうざい。 あ、タトゥー落ちるかなこれ。あー、大丈夫だった。タトゥーのタイミングむずいな。ちょっと待って、もう一回やる。タトゥーをいっちゃんいいところで、ギリギリ、2、3人だけ残ってるぐらいの感じで使いたい。アメリカでは連日になるのは普通ですね。やっぱ滞在自体にその、お金がかかるじゃないですか、そもそもなんか。人が生活してるお金が。だからなるべくライブ打つっていうのは多いと思いますし、アメリカ自体がめちゃめちゃ広いので、細かく回ることは多いですよね。まあ、細かく回るっつっても、日本にしては遠いんですけど、基本的にやっぱ連日になるもんじゃないかな。はい。ちょっとまだちょっとスキルを打たないとダメかも。落ちてください。落ちてください。よっしゃ。こいつがとりあえず復活させてくるから、それは嫌だな。こ
こいつがいなくなればよっしゃ、まあ、あとはちょっともうこまめにやっていこう。いや一回ここで点火させちゃって、逆にその点火のスキルの回復も狙って、いやマジで回復系のキャラがいないの本当にひどい。やばい、タトゥー死ぬじゃん、無理無理。いやギリギリいけたけど、一旦スキルビシビシ打ちの、一旦点火しようかな、一旦点火しといて削っておく。そしてもうスキルは打たない、回復、全スキル回復でいきたい。こいつを落としたい、落ちた。したらまあいけそうなやつから狙うか。そいつも多分デバフで落ちるでしょ、こいつももう行くな。あとこっちだけかな。うわこれで、さあ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 、ここからです。ゲージを一旦ゼロにして、うわタトゥーのタイミング悪いな、もうちょっと後に来てほしい。タトゥー、持続ダメージを与える。攻撃ゲージ下がれ。あ今タトゥー行きたい、今タトゥー打ちたいよ。でもタトゥースタンしたよ。タトゥー起きてくれタトゥー。タトゥーが動かせない、タトゥー、タトゥーの点火したい。はい、タトゥーが来ない。タトゥーが来ない。あ、来た点火。うわまあでもまあ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 、さっきよりはいいよ。スタン全部スタンしてんだよな、一応こっち打っとくか。あいついなくなるとゲージ下げれないから厳しいか。スタンないよね多分。あとはもう持久戦やな。ただゲージ下げがいないのがしんどいね。でこっち回復いないから、うーん、一人ゲージ下げがいたら勝てるな。でも非属性でゲージ下げなんてないもんな、スタンもないし。点火してみっか、意味ないよね。あ、まあ、地味回復あったね。ゲージ下がんねえかな。あ、下がったゲージ、地味に。いやーでも無理だろうなこれ。では攻撃速度下げ意味あるでしょう。スタンもない、うわーやだなー。この赤い鬼のスキルでしか回復ができないから、いやーこれで地味に地味回復、地味ー。3ターンか、こいつ落ちるな多分。そうだよね、よく頑張りました。やだ、
ゆっくりになれ、せめて。ゆっくりになった、せめて。最大、ちょっと回復。うわー、うわー、これムカつくね。くっそー。あとちょっとっちゃちょっとなんだけどな。落ちるよねー。うわー、リカ一人だ、きび。いやまあ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 。まあまあ、健闘じゃない？だからもうタトゥーで先人たちを全員落としちゃって、あとはゲージ下げがいればワンチャンありそうだな。アメリカのサーキットイベントって5日滞在3ステージとかって最近聞きました。いやでも、いや、それで言ったらマジで 4,5 日連続でライブすることもありますよ、アメリカツアー。多分全然場所によっては。いやー、ゲージ下げがいたら、あとはその結構ゲージ下げのもう一回やる？ゲージ下げのやつが早急に落とされたんだよね、こいつ。バレッタ、ちょっと待って、バレッタのルーンを見よう。情報、バレッタので順番的にタトゥーがいっちゃん遅い方が点火が遅くできるから、もしかしたら、いや、ルーン次第でいけるんじゃねえか。まだ全然、体力、速度、絶望でしょ。一旦その落とされちゃうのを回避したいよね。でも体力最高かな、29。あ、待って、これ体力63上げになったんで、解除して刻印して体力ちょっと伸びます。これ一応15まで強化します。だからこれでさっきより体力がややついてる。で、集中のルーンが、このバレッタに関してはあんまり最近いじってなかったので、多分もっといいルーンあるんじゃないか。防御力22、攻撃速度4、体力ちょっと15強化いってみよう。体力700、あ、これ全然もうこっちでいい。多分これ体力はないよね。だから解除して刻印、これでもバレッタがやや強くなってます。で、逆にタトゥーを後に動かしたい気持ちがあるので、ちょっと待って待って、アーティファクトやばいじゃんアーティファクトクソやばじゃん。防御力、これ解除してこれ刻印して体力上げてるね。で、決してルーンが良くない。暴走、体力のパーセントの方が絶対良くない？刻印して攻撃力、なるほど、これはもう攻撃力しかないのか。体力、まあ、順番まではいじれないか。いや、いじりたいよね。体力のパーセントはないの？ある！あるでやんす。強化15強化して、ちょっともう、持久力を上げていく。一旦これでもだいぶ違うのでは。で、あいつ、こいつがちょっと頑張ってくれてたね。体力15、防御力、体力、速度16。一回これで一旦行ってみっか。闘争のタワー。どうだろう、何か変化はあるでしょうか。あ、リカもちょっと見直してもよかったか。でも一応リカが一番最初に動いてくれるっていうのはもう黒み通りっちゃもう黒み通りですよね。で、このタトゥーが割と3番目に来るっていうのが、ちょ待って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 。だからちょっと待って。あいつ、この、
なんだっけ名前、パペットマスターじゃなくて、こいつ、こいつ、こいつ、ブロディア。これも、あれですよね、割と新しいキャラです。あ、全然いけますね、叩けます。攻撃力、速度15、速度5。なるほど。だからこの絶望ルーン系で、体力63、体力、速度付きあったな、防御力。でも、いや、実数か。でも、ちょっと叩いてみて、速度が跳ねるか。速度めっちゃ跳ねた めっちゃ速度跳ねたってことは、バカ速度跳ねたんだが。待って バカ速度跳ねたんやが。これは、ちょっと実数で防御力は下がっちゃうけど、こんなに速度跳ねたの初めて見たかもしんない。地味に。速度上がりました。これで今何速度？150、嘘、149。タトゥーは？あ、タトゥーより速くなりましたね、これで。タトゥーより速くなって、こいつはもう速度は上げらんねえかな。反撃。体力な上で、速度があったら嬉しいけど、むずいね。まあ、でもこいつ割かし最近当たったから、あ、待って。攻撃速度14上げ。え、で？あ、ワンチャンタトゥーより速くなったな、これ。私の計算が間違ってなければ。どうでしょう？行ってみます。はい。うちの。稲妻頑張って始発乗っていくよ。頑張ろう。私も早い。あ、待って、これ最高だ。タトゥー一番最後だ。ただこれ今打ったら終わる。今打ったら多分スキル3が全くない状態で次の回行かなきゃいけなくなる。ただボス捨てはマジでいいかも、これ。だから今一旦打てるだけスキル打っちゃって、あとじわじわ作戦でいこう。最近はがさ、サマナ始めた。嬉しい。待って、ちょっとやばい。ちょっとね、サマナの楽しさを普及していきたい。はい。キャラが豊富。あ、でもね、ちょっと長いこと、もう長いことやらせてもらってて、まあ、もう根気強く、やべえよ。いやー、むずいな。だから、待って、だからタトゥーのスキルを打つタイミングを考えよう。今の状態で多分、展開やっちゃったら、もうそこ次のステージになっちゃってたと思うから、一旦リカの3を打ちの、こいつ、うちの。ここで一旦スキル3を我慢して、ここで点火。ああ、いいですね。これでスキル回復するまで、もう最悪あいつがそう復活させてくれて、ちょっと回復してくれて、ちょうどいいかも。はい。これでじわじわターンを回して、結構戦略ゲーだね。なんか、あと、相手がやっぱ、コンピューターじゃん、その敵が。だから、それの動いてくる時の運とかもある気がする。スキル3、うちの。で、使うか悩む。旦使わない。一旦使わなくて、で、点火する。あ、使ってもよかったかも。 いや、でも、グレイト来ちゃったな。うわ、使ってもよかったかな。ね。
スタンが取れたら嬉しい。トリーの、ゲージ下げの、で、これで、強化効果解除するから、で、これも強化効果解除なかったっけ？あるね、あるね。なので、ここからはじわじわやっていこうかな。スキル回復を狙って、ちょっとまだ危険だけど、悪くないよ。あいつ多分落ちる。で、シールドついてるやつはとりあえずほっとく。粘れみんな。落ちる。打ちましょう。スキルさん、リカは回復するでしょう。スキル、こいつのスキル使われるとまたうざいから叩きつつ、こいつ落ちます。落ちてください。落ちてくださいからの、こいつ落としたい。いや、白熱してきました。いや、でも結構削られたな。もうさ、ボス捨てぐらいさ、回上がった時に全回復させてくれてもよくない？まあ、でもまあまあ回復した。はい、ここからです。ここからでございます。持続ダメージ与えの、打ちますの、いけ！落ちろ！あ、これでも1体しか落ちない。そうですか。いや、これあんま変わんないかも。あんま変わんないかもしれんね。はい。はい。スタンを取りたい。落ちた。こいつが、それでゲージゼロにする。いや、マジ白熱。手に汗握るぜ。デバフがつくやつはつける。もう点火使っちゃおう。落ちないかな、落ちないか。あいつなるはやで落ちてください。3打ちます。で、あいつ落ちるので、もう点火する。こいつが早くスキル、ゲージ下げのスキルが早く戻ってきてほしい。あとは分かんない。もうこれでダメならダメだ。いやー、これでダメならダメでしょう。強化効果特にない。ゲージ 20% 下げるか。あ、下げたね。点火はもうあんま意味ないから、あんまり相手のゲージを上げないムーブにしよう。で、ゲージ下げる。いいよ、ゆっくりになります。ゆっくりになれ、もっとさらに、ならない。はい、うわー、撃たれるな次。で、タトゥーが落ちちゃうな多分。あ、でもこれでちょっと回復、マジちょっとだけどね。タトゥーが落ちちゃいます。いや、さっきとあんま状況変わんないかしら。もうスタンとかがないのがしんどいよな。スタンしてくれよ。はい、ゲージ下げ、いけ。ゲージ下げます。20下げてください。ゲージ下がりました。持続はどうせないので、あんまり、攻撃速度は下げよう。キャー、落ちたー。これでちょっち回復。まだスキル使えない。
いやー、結果さっきとそんな変わらんか。いや、タトゥーでもっと一撃で他が落ちるかなと思ったんだよな。ダメかー。くっそ さっきよりほんのちょっとだけ削れたかなぐらいだ。まあ、ていう鬼畜がこの競争のタワーとなっておりますので、ぜひ皆さんも攻略してみてください。いやー、あと一息な気がするんだよな。あともうちょっとうまいこと回れば。いやー、厳しかった世の中。ちなみにみんなは？みんなどうやって倒してんの？他の人がどれで倒したかとかあんま見れないんだ。攻略情報。見れないんだ。これ30回まであるの無理じゃね？今1回だよ。あー、コツコツだね。はあ、コツコツだけど一見勝ったか。今、召喚書とかできんのかな？ちょっと待ってね、コンテンツのなんか使えるのあるか見てくる。まあ、特に召喚書がもらえるとかなかったんだけど、攻撃速度の暴走のルーンが珍しく当たったので、ちょっとだけ叩く。でもなんかさっきの速度22上げはちょっと割とガチびっくりした。ショップで、あ、そっか、デビルモンのなんかあれか、デビルモンのポイント稼ぎにライバルを倒すか。あ、そうです。その前回の配信では言ったんですけど、今あれです。今サマナーはコラボをやってるんですけど、そちらのコラボのコンテンツ内容に関しては、私の配信ではちょっと大人の事情で触れることができないのですが、まあそういうコラボもちょこちょこ飽きさせずやってくれてますということだけお伝えしておきます。あー、ちょっと疲れた。 いや、いけっかなーと思ったんだけどね。ちょっとベラモス系とかさ、フラン系とかさ、ローレン系が一人いたら絶対勝てるよね。ようやく帰宅、お帰りなさい。天気は大丈夫でしたか？私はちょっとコンビニに行かないと洗濯物が回せないという状態に今、洗剤を切らしていて、なっていて、ちょっとこの後外に出てみようかなと思うんですけど、風やばいんかな？ちょっと未知でございます。今、ヘッドセットもつけてるから全然外の音聞こえないから。疲れた。ウェポマスターはね、あった方がいいですね。かっこいいです。 いるとテンションが上がります、ウェポンマスターは。私もなんかなかなかウェポンマスター当たるまでが長かったんですけど、はい、続きまして、じゃんじゃん倒していきます。これは今名誉ポイントっていうのを集めて、あれですね。レベルモンを入手すべくコツコツやるやつですね。これは初めの方のストーリーを進めるにつれて、このモンスターっていうかその敵キャラたちが出てくるので、それをこう倒していくみたいな感じ。もう今となってはもうただの、あれですわ。ほっとけば勝ってるみたいな話のやつですわ。
このエルモンドってやつは確かなんかこのアイレンっていううちらのことをこうガイドしてくれるキャラのガチ恋みたいなやつで、ちょっとなんかヤバめな男みたいなキャラだった気がする。なんかそれぞれちゃんとストーリーがあって、それを倒しながらストーリーを序盤は進めていく感じになっております。ちょっと配信が終わったらまたタワーを登ってみようかなと思うんですけど、また9月もサマナの配信あると思うので、はい、ぜひ興味が湧いた方は一緒にプレイしてみてくださいな。これでライバル最後かな。始めよう。こいつね、ちょっと最後に出てくるライバルキャラなんですけど、こいつなんかちょっとかっこよさげな感じのキャラでしたね。クール系な。はい。勝ちました。で、これがまだ買えないんですけど、この180貯めるとこのデビルモンっていうモンスターのスキルを上げれるやつが、あれなので、もらえますので。これなんで受け取れないの？モンスター最大保、それしたらこっちに保管して、したらもらえるな。報酬をもらいましょう。もらえるもんは何でももらいましょう。まあ、いいルーンもらいましたね。せっかくなんで、ちょっとまあ、たまには、ショップで。あ、待ってよ。これ、ギエルドの、まずこの、レインボーモン買おう。レインボーモンは絶対買った方がいい。いつも枯渇するから、レインボーモンは。で、これも、まあ、10個ぐらい買っちゃうか。購入。で、ちょっと、せっかくなんで、10連でも回しますかね。アーキーさん、大阪ゲリラ豪雨やばかった。ちなみにね、今日ね、ゲリラ豪雨なのか分かんないけど、午前中東京も一回ひどい雨が降って、ちょうどそのぐらいのタイミングで、取材に向かって運転してて、結構やば谷でしたね。お、なんだ、バチった。あ、持ってます。持ってます。これもうほんと皆さん天気の変化にはお気をつけて。あ、バチったよ。これ星、うわ、星5だ。 純星5来た。これ、火の馬ってどうなんだ、ユニコーン。水は持ってんすけど。めちゃめちゃ強いって書いてある。人によって違う、言ってることが。あらあらあら、でも、サマナで一番難しい星5の召喚に成功しました。たまにこういうことあんだよな。 馬が。あらあらあら、かわいい。ちょっとも、間違えて、メインモンスター設定じゃない。モンスターロックかけときましょう。間違えて餌にしないように。当たりました。ぬるっと。ウマゴン。覚醒させるか、せっかくなら。まあ、普通に地道に、あれなんですけど、魔力集めてもいいんですけど、今、クリスタルがかなり溜まってたので、そんな大した、額じゃないのに今買っちゃいました。馬どこだ？いた。あれ、あ、そっか、これをあれですね。調合で、とりあえずこれを、調合し、上級の魔力の結晶が15個必要だったんで、7、8、9、10、11、13、14、15、計算がマジでできない。で、4でいくつ？
足りないかな。4足りるかしら。足りるか。モンスター馬、馬覚醒、あ、覚醒できます。ヒーローモンスターに覚醒させます。かわいい、このままでもかわいいけどね。イエーイ、立派なお馬さんになりました。で、まあいろんな育て方があるんですけど、まあ私がよくやっちゃうのはこの強化っていうところで、まあ星6にするとマックスなんですよ。なので一旦どこ行った？馬どこ行った？馬おった、いた。進化ですね。進化で馬選び、1,2,3,4,5、これで一旦星6まで進化をエンジェルモンで、さっき買いましたね、エンジェルモンでよ、一気に進化させます。で、ただこれレベルはマックスじゃないんですけど、この進化させると12時間経験値アップがもらえるんですよ。なのでこの経験値ブースターを使用した上で、これですね、これこの次元の裂け目っていうのが果てしなく経験値が入るところなんですけど、ここでさっきのその自分が育てたい、まあ、今回馬ですね、馬を選んで、もうこれでひたすらもう育てるっていう感じで私は爆速でやります。あとはもうなんかなんだっけ、キングエンジェルモンみたいな、あの経験値爆上げするやつでヒュッてマックスまで持ってっちゃうこともあるけど、はい、まあ次の配信までにこいつはきっと育っていることだろうと思うんですが、またこの画面でお別れなのに受ける。もう一回待機画面戻るか。はい、では今月もサマナ配信ありがとうございました。そういう感じで明後日にはまた私のコラボ関係の発表があったりとか、9月は結構活動も目まぐるしいので、ぜひ見守ってください。はい、皆さんお天気気をつけて、また次の配信でお会いしましょう。今日も見てくれた方、コメントくれた方、スパチャくださった方、皆さんありがとうございました。おつざえもんでした。バイバイ。